ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、30万のチャリ届きました。まあこれからねちょっと開封動画撮っとこうかなと思うんですけど、まだ開封してないですよ。楽しみですね、30万のチャリ。これねインスタでちょっとねもう投稿したら、まあ早速反応ありましたね、思惑通りで。そう、やっぱねパンチありますよね、チャリ30万っていう。でもねこれね、あの僕の常識から言うと、まあ、久保さんのねキットの常識もあると思うんですけど、僕はあのガソリン代年間100万ぐらいですからね、あの年間100万ですからガソリン代、これガソリン代マジかかんないんで安いっすよね。そう考えるとね、そう考えると安い、ただチャリ単体で見ると高いんで。だからその常識をどっちに持っていくかっていう、まあまあガソリン代100万っていう常識もない人多いと思いますけどね、久保さんもね車検4ヶ月かかるっていう常識はきっと持ってないとね、なかなか、まあ、僕もタービン交換した時の車検は3ヶ月ぐらいかかりましたけどね、なかなかまあ一般の人ではないと思うんですけど、ただやっぱね、まあ、常識っていうのはやっぱ変えていくっていうのは大事ですね。だから買う、ただそのなんだろうな、買うものもちょっとやっぱ変化していくっていうことも大事じゃないですか。例えば分かりやすく言いますよ、分かりやすく言うならば、なんだろうな、まあ昔そのチューインガムとかビックリマンチョコとか、まあ、30円の時代ですね、僕たちの時代は、まあ、ビックリマンチョコ30円なんですけど、じゃああなたがね、まあ、ちっちゃい頃小学校の時とかビックリマンチョコ買って喜んでたわけじゃないですか。じゃあ大人になってビックリマンチョコを買って、まあガキの頃のようにねなんか喜べるかっていうと、まあ、喜べないじゃないですか、あんまり。まあ、もちろんそのコレクターの人でね、未だにそのシールを大切にしてる人もいるかもしれないですし、いると思いますけども、やっぱ変わるわけじゃないですか実際。まあ、人付き合いも変わるし、買うものも変わるし、ガキの頃なんか欲しかったもの今欲しいですかって話なんですね。だからこう変わってるんですよね実際問題。まあ、変わってるんだから変えようぜって話なんですよね。そう、だからやっぱね、まああとリアルの収入の話をするならば、じゃあその新入社員で入って手取り20万だとするじゃないですか。で30年後も20万だったらやばないですか。どうするんですか。新入社員で入って手取り20万だとしました。じゃあ30年そこで勤めました、30年後も手取り20万だったらお前変わっとらんやんと、仕事何もできんやん自分みたいな、30年何やっとったのって話なんで、やっぱりその変えていかないといけないですよね収入も。だからその前ちょっとお話ししましたけど、50になってね、100万も稼げないって何勉強してきたんですかみたいなね、すげえパンチある言葉ですけどね、まあすごくアンチテーゼ来ると思いますけどね、お前に言われたねえよと、お前に言われたねえよみたいなね。でも久保さんもよく言うんですけど、じゃあそのパソコンが使える使えないっていう話に関しても、はっきり言ってパソコンが一番最初に出た当時 Windows98 の時代、僕分かんないですけど Windows98 の、まあ、過去映像とかまだ YouTube にあると思うんですけど、秋葉原で大量に並んでるとかね、あの世代からパソコンって出てたわけじゃないですか。まあ何年前だって話で、 Windows98 何年前ですかね。だから結局 そこで選択はできたわけですよね。 Windows98 がクソ高かったかっていうと、市民で買えない価格だったらあんな並ばないですよね多分。 Windows98 は市民でも買える価格で出たと思うんですよ。まあいくらで当時出たのか分かんないですけど、まああんだけ並んでましたからね。じゃあ手が出たわけじゃないですか一応。でもそれに手を出さなかった人はまあ今きついでしょうね、パソコンなんてみたいな。まあこれ親父に言われたのが、僕中学校の時に言われたのが、パソコン買いたいって言ったんですよね。まあうち貧乏だったんですけど、多分パソコン欲しくて、なんか中学校の時にコンピューター室みたいのがあって、そのパソコンをいじって、あパソコンってすごいなみたいな、パソコンってすごいなと思って、これいじれるようになったらなんか将来なんかいいんじゃないかなみたいな思ってて、パソコン欲しいって言ったら親父が、いやパソコンなんか使えるわけねえだろみたいなね言われましたよ。でも今はねパソコン僕めっちゃ使ってるんですけどめちゃくちゃ使い倒してますけどね、今50万のパソコンですから、パソコンは使い倒してます。てかパソコンないとちょっときついですね。まあ今はねスマホでもいけるっちゃいけるんですよ、いけるんだけど、パソコンの方がやっぱ僕は作業効率が高いっていう、僕の場合はね。まあ人それぞれ、もう今の若い世代はねスマホの方が作業効率高いっていう人もいると思いますけど、なんかこう叩いてる感っていうか、まあアナログなんで、まだアナログなんで
うん、今アプリとかの動画編集もすごいですからね。だからその、まあ、パソコンでこう編集するよりアプリでサクサクってやっちゃった方が実際すごいいいのできたりとか早くできたりとかするし、うん、だからまあ時代も変わってるし年齢も変わってるし、なんか変化していくっていうことはもうめちゃくちゃ大事だと思いますし、その変化、収入の変化がない、人生に変化がない、買うものにも変化がない、何も変化がないっていうのは、まあ別に悪いことでもないですよ。悪いことでもないですし、その人がそれが望んでるんだったらね、それが望んでる、別に変わらないことで幸せですっていうことだったらいいんだけども、まあまあ僕はね、まあ久保さんのところにも来ると思うんですけど、お金にこう困ってますっていう人は来るわけじゃないですか。じゃあ変えてこうよって話ですよね。お金に困ってるんだったら、じゃあお金稼いで収入変えてこうよって話、もうすごくシンプルですよね。いや困ってないんだったら別にいいじゃないですか、全然。いや困ってるんだったら稼げばいいじゃんっていう。今稼ぐ、なんだ、あのデバイスもあるし、環境もあるし、選択もできるし、情報もあるし。僕がネットビジネス始めた頃は情報がなかったですからね。今本当ね、ありがたいですよ。無料でいくらでも情報あるわけじゃないですか。ご丁寧に講義してるしね、無料で。あんまないですよ。本当に昔15年前はないっす、そんな。YouTube もなかったしね。そう。だからまあ、今を恵まれてるので、まあ、稼ぎたいんだったら稼げる環境はあるよと。まあ、あとはそれをやるかやらないかですよね。まあ、久保さんは、やっぱ、すごいなと思うのが、ね、年齢が、じゃあ若いわけじゃなかったけど、40からネットビジネスですよ。まあまあまあ、自分の常識の中にはネットビジネスなんかないですよね。ただ、久保さんの中にあったのは、六本木ヒルズ見て、あ、あんな生活してみたいなと思ったっていうとこだと思うんですけど、じゃあ思ったんだったら、やれよって。久保さんは思ったからやったっていうね。そう思ったからやったっていう。すごくシンプルな構造で、でも多くの人は思ってもまた何か思うんですよね。何を思うかというと、そうなりたいと思ってもまた自分には無理だって思うんですよ。思う二乗みたいな、思う潰しみたいな。思ってもまた潰す、思ってもまた潰すっていうね。いや思ったんだったらやればいいじゃんっていう。やってみないと分かんないし、で投資に関してはですよ、久保さんも言ってる通り、やっぱりリスクはあるわけです。リスクはね、だから僕はおすすめ、ずっとおすすめするのはネットビジネスしかないですね。だって多分久保さんも感じてると思いますけど、多分年取ってもね、ちょっと洗濯も湧きましたね。あの年取っても別に YouTube で喋ることできません。まあ、久保さん名古屋で骨折かなんかに卓球しましたけど、動画撮ってましたけど多分ね、僕思うんですけど、70になってもカメラに向かってこんな喋ることはできると思うんですよ。 もちろんその喉がダメとかね、なんか手術して喋れなくなったとかね、まあ、そういうのは別として、まあ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 、カメラに向かって喋るぐらいは多分70になっても80になってもできると思うし、まあ実際多分ね、普通に生きてたら久保さんとこのやり取りは続いてるだろうし、だからね、無料でできるしね。まあまあ30年後 YouTube が無料かどうかわかんないですけど、まあ投資に関してはね、お金ないとそもそもできないし、そもそも0円で投資できないですからね、そもそも。でお金あっても消える可能性あるわけですよ。でもまあネットビジネスの場合は消えないですからね、お金は。YouTube やってお金消えます？消えるんですか？消えないですよね、別に。そう、なあ、まあ逆に言うと資産がどんどん増えていくというかね、アーカイブでね、久保さんもね、過去の映像をね、前バババってアップしてましたけど、再生されるわけじゃないですか、それでも何年前の映像やねんっていうね。それでも価値出るんですよ。僕はもうずっとネットビジネスをね、まあ本も出してるんで、まあ情報発信、情報ビジネス、コンテンツビジネス、まあこれはずっといいよって言い続けるっていうね。まあある意味僕はもうこれが使命だと思ってますね。やっぱ本を出した時に自分の本が本屋に並んで、なんか腹くくったというか、もう俺はこの道だなっていうところが非常にその、なんだ、鮮明に見えたというか。まあだって人生においてね、本なかなか出ないですよ、自分の本。まあその金積んでね、自費出版だったらまあ作れんだけども、僕1円も出してないですからね、出版に。そう、これね、なかなかないですよ、これ。もう本当運良かったなと思うんですけど。
まあね、山口さんとの人脈、梅田さんとの人脈がなかったらこの話もなかったし、本の出版の、まあいろいろが重なって、まあ手話システムさんも、その出版会社の手話システムさんも情報商材っていうカテゴリーがないからっつって、あのニッチでそこ攻めたいっていうところでちょっとマッチングしたっていうね、ありがたかったですけど、僕の場合はまあ本出したからね、ちょっと人とは違う思いがあるってことですね、久保さんは久保さんの思いがある、まあそのいや年取ってもちょっと難しいなみたいな、でも久保さんは年取っても難しいなと思っても発信はできるんで絶対にてかやってるだろうし、僕はもうずっと言い続けますね、まずはまあそれで余剰資金作ったら投資は進めますよ、その余剰なんで消えてもいいんで、消えてもいいよねっていう話のお金が作れるようになったらそれは投資は進めるけれども、なんだ、基本はコンテンツビジネスですね、情報ネットビジネス、ただし久保さんの言う通りね、そこは言ってもっていうところもお客さんいますから、僕もちょいちょい出してきますけどね、投資案件は、投資案件っていうか、まあ、お金を使ってお金を稼ぐっていうやり方もちょいちょい出してきます、ただそれはメインじゃないですね、ただそれは一部の人、いやーでもそうは言ってもやっぱなかなか動画撮れないんですとかね、なかなか商品売れないんですとかね、なんかそういう人に向けてじゃあこういう方法もあるよっていう選択を与える上で、まあ、ちょっと出してみますけど、まあちょっとね、来月の頭ちょっと出すんでまたいっぱい出しますね、いっぱい出しますよ、もう次から次ですね、次から次へとどんどん出してみます。いやもうちょっと楽しみですね、30万、これ軽いんですよ、10キロぐらいしかないんですけど結構軽いですねこれちょっとインスタでアップします。まあ動画も撮りますけど、今まあ販売のプロモーション中なんで、まあレビュー動画の公開は相当後になりますけど、はい、これしかもね、これね、このねドリームアカデミアのね鳥さんのこのなんか鳥なんですよ、これもうこれでちょっとねリンクして、このメーカーなんかまあ自転車のメーカーなんか僕知らなかったからね、なんかいろいろ調べてるうちに、まあ自転車にもやっぱそのね有名なメーカーがあるんだなみたいな、で多分ね折りたたみ自転車ではここの会社さんが多分トップで売ってるらしいんですよ、確か調べると名前忘れましたよね、ちょっと海外な、あこのタタタタルタルイタイテイン、ちょっと英語読めないな、これの X11 っていうね最上級モデルを買いましたから、X11 もう Y ですけど、 Y ですけど、いやちょっと楽しみですね、ちょっと楽しみだないや30万のチャリはねなかなかやっぱないじゃないですか、ないな、いや僕もなかったですからね、買おうと最初2万とか3万探してたんで、最初2、3万探してたんで、ベタのね、ずっとその2、3万とか、まあちょっとよく出て4万ぐらいも探してたけど、まあ大体そこまで探してたんで、いきなり30万いくってね、でもこれ絵的にいいなと、最終的にはこれ使えるぞと、いろいろ仕事その考察した結果、使い道めちゃめちゃあるなと、みんなが買わないじゃないですか、やっぱみんなと人と違うことをやらないといけないんで、ただ人と違うことって言ってもやっぱりね、フェラーリはやっぱ買えないんで、ね、フェラーリは買えないんですよ、僕の今資金量じゃ、まあ、人と違うもの、フェラーリ、いやそれは無理だいやでも30万のチャリならいけると、チャリですよ、チャリならいけるそうチャリならいける、そうでもフェラーリはいけないですね、僕はまだ、まあ久保さんはもうフェラーリ行けるとは言ってましたからね、買おうと思えば買えるみたいな、僕はすいません、そんなないっす金でもこれは買える金はある、これはフェラーリ買える金はすいませんない、久保さんは持ってるみたいですね、久保さんはいつでもランボルギーニもフェラーリでも買える、だけど買わないみたいですけど、やっぱ投資ってのはすごいっすねやっぱ僕の再生数だったら、まあ、限界値ありますから、投資はやっぱ限界ないですからね、
まあまあまあ楽しくやってるんでいいんですよ楽しくやってるんで、まあ楽しくセールスしてるんで毎回。まあまあしんどいこと、しんどい時もありますよ。めんどくせえなと思うこともありますけど、でも今回ねプロモーションもう7話全部もう取っちゃったんですけど、まあやっててまあ楽しかったですね。結構久しぶりにホワイトボードでブワー喋ったんですけど、無料動画で結構楽しかったですね最近ホワイトボードの無料動画なかったんで、まあ結構楽しかったかな。うん、まあ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 、もう空気みたいになってる分ありますからね。やっぱ5年毎月やってるんで、本当に。ああ、まあコンテンツビジネスマスターすれば、まあ30万のチャリは買えます。まあフェラーリはちょっと頑張んないとダメですね。フェラーリはちょっとコンテンツビジネスで、行くんだってちょっと頑張んないとダメですね。そう。あ、ちょっと楽しみだな。はい。では、開封してきます。